岡先人岡六門大正3年2月28日は、幕末期の仙台藩士、明治時代の漢学者。名は仙人、字はぶり頃も、署名は、圭介、六門は五。幕末から明治を代表する漢学者の一人で、多くの門人を数える。仙台藩の藩士として、将来を職望され、江戸に出て、昌平校に学び、後社長となる。同僧の茂の制裁。 松本啓道、松林、飯山、並は右方と深く交わり、大阪で、私塾、総松岡塾を開いて、尊能上位論を唱えた。清川八郎、本間誠一などを教育した。慶応二年に、藩公、要件道指南役。母親戦争に際して、奥越列藩同盟に反対したことから、仙台藩主及び藩主の怒りを買い、投獄された。維新後は、 大乗監修市局、東京府等に勤めたがほどなく辞任し、芝あた下の旧仙台判定を利用して、私塾、水誘導を開いて、門弟の教育活動にあたり、福本日南、尾崎公用、片山線、国部青崖など多くの偉人が門を叩き、福沢諭吉の勧めで、啓蒙活動を開始し始めた。晩年には、大陸協論の志を抱き始め、 理工賞を訪ねて品改革論を解き、大陸浪人として活躍。初期の講和会にも関与した。没言に15位に上された。墓所は、目黒区の有天寺。岡千人に関するカテゴリー。ありがとうございます。